横山常盛は幕末の合津藩主である。通称主税。父は山川兵衛への四男、浄道。山川博兄弟姉妹は血縁である。養父は合津藩江戸家老、横山常則。常徳は江戸の三家老と称された人物で藩主、松平片盛を補佐して功績があり、家六七百国から千三百国まで数をされた。 京都守護職就任の内名を松平春学から受けたのは長徳である。秋月定次郎、広沢康等を抜擢し、幕末の刑にあって合図藩を指導したが、病に倒れき教、金門の返直後に死去した。家徳を継いだ横山は、パリ万国博覧会に施設団として派遣される、徳川秋武の随員として、海老名末政と共に選ばれた。 1867年2月15日、フランス船アルファ号に乗船し、横浜を出港。4月11日、パリへ到着した。パリでは先に通していた同伴の山川博田中茂主ル出機と再会している。欧米諸国の視察を命じられていた横山は、イギリス、プロ社、オランダ、ロシアなどを歴訪した。しかし、日本では大政奉還が行われるなど、 アイズ藩を取り巻く状況は切迫し、11月28日に帰国した。横山は若年寄りに任じられ、白川城防衛のため編成されたアイズ藩部隊の副総督となり、総督、西郷頼もを補佐することとなった。1868年6月20日、奥越列藩同盟軍は、官軍の攻撃の前に敗戦となり、横山は、 東海山に現れた敵を攻撃しようと山を駆け上がったが、被弾のため戦死した。従者が遺体を収めようとしたが、弾丸が集中し、やむなく、子宮のみを持ち帰ったという。行年二十二。他の二人は、水戸藩の武田が守る、宇都宮藩の戸田山と守るである。田中もてぎとも表記される。軍事奉行転役として、越後方面で討ち死にした。幕末に生きる。 海を渡った、藍津人、母親落日文芸春秋、1978年。幕末に生きる、文春文庫、1991年。ありがとうございます。